皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回は某超有名な方納車動画をお届けしたいと思います。有名な方なんでちょっとお宅訪問はできないんですけれども、納車の様子をお届けしたいと思います。というわけで納車する車はこちらでございます。じゃーん、ポルシェ GT3 でございます。991.2 ですね。めちゃくちゃかっこいい。こちらをボンド名古屋の方でご購入いただきましたんで、これから納車に行っていきたいと思います。ちょっと車見てみましょうか。多分一番高いやつじゃないかな、この2段のヘッドライトと GT3 ということで、こちらのバンパーもう市販車でこの網っすからね。いやーかっこよすぎます。そしてホイールはもう GT3 といえばこちらのホイール、これも純正でめちゃくちゃかっこいい。そしてカーボンセラミックになっております。今回の車は全部ノーマルってことで、はい、こんな感じに。黄色のキャリパーもいいですね。そしてそして GT3 の純正ホイール、このコンケーブがいいですよね、純正で、はい。そして991.2 ってことで後期のテールランプでございます。いやーかっこいい。ちょっとせっかくなんで中も見てみましょうか。内装はこんな感じで、もう納車前ということで全部クリーニング済みになっております。フルバケとクラブスポーツということで、ジャングルジムが、いやーこれ子供が遊べそうです。そして本当にシンプルなGT3 らしい内装でございます。くー、これもうストリート最強ですよね。もちろんその上に RS っていう選択にもありますけど、もうさすがに紐なんで、まあ、ストリート最強といえばやっぱり GT3 かなと。非常にコンディションもよく、まだ新車の追い荷がしております。こちらのお車を納車に行っていきたいと思います。じゃあ一日同行よろしくお願いします。よろしくお願いします。ガチ納車なんで最後までちゃんとお届けしたいと思います。やばい音が。4リッターのめちゃめちゃいい音がしております。しかもマニュアルということで、マニュアルいいっすね、やっぱり。最高、最高です。羨ましすぎます。見ましょう。もうちょいこっちですね。ライ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 、まっすぐです。ライ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 、はい。くこれ僕の納車動画だったらよかったんですけどね、マイカーの。マイカーあれ買ったんじゃないの。いや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 、ここはさすがに買えないです。ここはさすがに届かないです。開けます。お願いします。ちょっともちろんなんですけれども、納車場所も今回は全部内緒の方向で。そうですね、はい、スターですからね。そうです。はい、はい、さんスターですからね、はい、はい、こんな強引な話を、うん、はい、
承諾していただけるなんて嬉しいですね、はい、仲良させていただいて本当にありがたいです。でもよくしてもらってます。もうどこの支店でも、はい、どこにでも納車できますんで、うん、お気軽に、うん、そうです、お気軽に、はいはい、もう買い取りもどこまででも行きますし。あ、そうなの、もう土が行くでしょ。いや小島店長この間動画撮ってきてもらったんですけど、はい、北海道買い取りに行って、うん、翌週沖縄行ってましたよ。ああそうだよねすごいよね、はい、もういい車、かっこいい車のためだったら、はい、どこまででもですね、はい、はい、いや今回の GT3 もいいっすね。これ最高にいいっすよ。マニュアルっすよ。いいっすね。ああいやもうちょっとだけ動かさせてもらったんですよ、はい、置いてある時に、はい、あの移動とかで、はい、いやもう動かした瞬間にうんこれこれと思いますよね。そうですよね。やっぱりあ GT3 って最初から LSE 入ってますよね。入ってます。多少グギグギグギってなりますよね。あ、なりますよ。もうあれが最高です、はいはい、リフト上げてるとなおさらフロントが逃げる感じで。ああなるほどなるほど。独特ですね。いいっすよね。はい、最高ですよ。さあ今到着したんですけれども、ちょっとさすがに都内なんで、うん、簡単に下ろせそうにないんで、ちょっとこれから頑張って下ろしたいと思います。もちろんこっち側は全部モザイクですいやさすがにオタ訪問は、はい、ちょっとできませんので。そうですね、はい、ご了承いただきまして、はい、頑張ります。ご無沙汰しております。ご無沙汰します。とんでもないです。というわけでここから先ちょっと動画はここじゃ撮れないので別の場所でお届けしたいと思います。さあ改めましてご紹介させていただきます。今回 GT3 をご制約いただいた方はこちらの方です。こんにちは。どうもこんにちは、ゆうじです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いやこちらこそもう夢の車が嬉しいです。いや嬉しい。ちょっとごめんなさい、チャック開いてました本当ですか。本当に開いてました。興奮しすぎて。動画に出ていただいたゆうさん、はい、僕ちょっと久しぶりでもう緊張してテンパってるんですけれども。いや何を言ってんですか、もうマブダチじゃないですか僕たちいや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 緊張とかやめてくださいよ。はい、いや確かに以前だから動画にお邪魔したのがあれはもう1年半くらい。そうですね。あ、はい、そうですよね、うん、いやだからそこからねこう動画でのお付き合いはありましたけど、はい、お客様としてのお付き合いがその時点ではなかった。その前に一度ね昔実はボンドさんで車を買わせてもらったことがあるんですけど、それもかなり前ですよね。そうだね、あっという間だね。あっという間、うん、いやもう本当にこれはもう運命の一台だと僕は思ってます。もう改めましてありがとうございます。いやいやこちらこそ。ちょっと改めてにはなるんですけど、はい、はい、キーの方一応新鮮なこうリアクションはできないでしょうか。はいはい、はい、納車式。納車式で。うわーいい。やっぱかっこいいね。かっこいい。高級感あふれます。僕と妻とで、はい、僕のがないですねいや確かにごめんなさい、妻マニュアルがちょっと怖いって言うかもしれないんで、はい、僕と土方さん。あ、そうしといてください、はい、ありがとうございます。いやありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、納車されましたよ、はい、いや実はだからリアルな話をすると、うん、納車された日はあれ1週間ぐらい前ですかね。そうですかね。そうですよね、はい、もう東京まで運んできていただいて、はい、いやでそこから1週間ぐらいちょっと私生活でも、はい、メディアに出さないように乗らせていただきましたけど、はい、まだ興奮してます。エンジンかけるたびにとか車が駐車場に止まってるのを見るたびにめちゃくちゃ嬉しい気持ちになる。ワクワクが止まんないですね。いいですね。本当に止まんない。それだけ欲しかった車ですもんね。いや本当にそうなんですよ。まあちょっとね僕の動画を僕も YouTube やってまして、はい、僕の動画でも車を探す企画を実はやってたんですよね、はい、ちょっとそこを僕物申しよろしいでしょうか。はい、何でしょう。はい、でまず今回ちょっとご紹介させていただいてるんですけど、ちょっと見てくださってる方に、はい、2点ほどお伝えしたいことがございまして、私はい、はいはい、まず今回のこの
5の車なんですけども、はい、これガチンコです、はい、はい、本気で買いました、はい、リアル納車なんですよね。そうです、はいはい、よく最近 YouTube とかで、まあ、有名な方とか、うん、芸能人の方が愛車紹介 し,、はい、してたりだとか、はいはい、あとはもうおなじみの下りで、うん、もう絶対それ借りてきた車だよねっていうのを、はい、こうなんか納車されましたみたいな紹介、サムネではね、納車はてなみたいにしてね、現場で買う買わない、はい、買わないみたいなね。で今回これ本当なんですよね。本当です本当です、はい、もうガチンコ納車なんで、もう納車されてます、はい、書類も全部書き終わりました。これから街でもしかしたらこれ走ってたらゆいさんが乗ってるかもしれないということで、可能性あります、はい、皆さん追いかけましょう。やめてやめてそしてですね、もう一点ちょっと見てくださっている方にお伝えしたいことがございまして、はい、先ほどちょっとお話が出てましたけど、はい、ゆいさんの YouTube の動画、はい、はい、DIY ヒーローやられてますね。やられてます、はい、やってます、はい、でちょっとその件で僕今回、うん、これあれかな、その話はブーって言ってます。はい、申し訳ございません。そのことには触れないでください。それを説明しないと進めないです。はい、ダメか。あともう一点ですね。はい、僕今回、納車要員兼、まあ、にぎやかしとして、ここに立たせていただいてるんですけども、はい、実はもう一個肩書きがございます。はい。はい、私今日、ユージさん被害者の会代表として、はい、ここに来させていただきました。被害者の会代表、はい、被害者の会、はい、多分見てくださってる方もユージさんも多分ハテナマークだと思います。はいはいはい、はい、何言ってんだこいつは。あ、なんだろう、はい、うん、ちょっと整理してご説明させていただくと、はい、ユージさん先ほど申し上げた通りご自身で YouTube のチャンネルやられてます。はい、やってます、はい、まあ、チャンネル名が DIY ヒーロー、 DIY ヒーロー、はい、あんまり DIY を最近やってないんですけど、はい、車のことばっかり、はい、そして良きパパ、はい、でこう動画を撮ってたりだとか、 ありがとうございます、まあ、あとウッドデッキ作ってたりだとか、あ、すごい見てくださってる、はい、ありがとうございます。ウッドデッキ作ったと思ったらなぜか暴走族のヘルメットを乗せたりとか、はい、しかもその後編がなぜか終始早送りでお届けしたりとかあれは大変不評でした。そうですね、はいはい、あとはもう絶妙な登録者数で、まあ、テレビでも割とネタにされてたりとかいじられてますね、はい、うん、されてますね。多分芸能界で一番少ないんじゃないかなぐらいのいじられ方はされてます、はい、でそのチャンネルでつい先日僕拝見させていただいたんですけれども、はい、車を買うっていう動画がございまして、はいはい、うちも仲良くさせていただいてる埼玉の、うんうん、キャルウィングさんの方で、キャルウィングさんお世話になってます、はいはい、車を探すっていう動画だったんですけども、はい、それで100万円でなんか車を探すっていう動画を僕ちょっと最近拝見したんですね。はい、100万円のアメ車探した日。そうですね、はいはい、でしかもそれもなんか奥様に直接交渉して、はい、どうにかこうにかこう捻出した100万円。最初はもう30万とかいろいろ言われたりとか、ね、あってね、はい、まあ、50万。あのあと妻といろいろ話して、はい、結局具体的な数字なかなか言ってくんなくて、50万っていう話まで下げてったら、50万で見つかるならいいけどぐらいの感じだった。なので一応目標50万以下、リミット100万円以内で、僕はそこでこう思いました、はい、いやもうゆえさんやっぱりテレビとかラジオですごく活躍されてるけど、やっぱり意外に庶民的なところあるんだなとものすごい親近感が湧いたんですよ。はいはい、やばいやばい、うん、でそこからのあれこれ100万円じゃないですよね、ちょっと違う、はい、どうなってんだ。100万円だとこれだと何が買えますかね。いや確かに100万円とはちょっとかけ離れちゃいました、はい、そうですね、はい、なんで今日はこれをちょっと釈明していただかないと。確かにね、被害者の会代表ということで、はい、分かりました、その意見はもうせっかく直接いるんで、まあ、確かに100万円でアメ車探しの企画っていうのは僕の中では終わってないです。あ、終わってないんですか。僕の中では。なるほど。本当に妻に交渉したのもあれもガチンコですし、はいはい、で正直言うと100万円ですら妻から OK 出てないんですよ。だけど僕の中でなんか彼女のリアクションを見てたら100万円だったら大丈夫そうだなっていう勝手な裏で企画を進めてるんですね、はい、なるほど。ただまあじゃあもう言い訳グダグダ言うのあれなんで、はい、正直言います、はい、もうこれが欲しかった、はい、もう本当にGT3 大好きで、もうそもそも911が僕大好きなんですよね。で、それこそ991の 991.2GT3 街中でもう稀に見かける時とかはもう本当にやっぱ目で追っかけちゃってる自分がいて、でそんな追っかけてる自分がいつつ、片や動画では100万円のアメ車を探すっていう、はい、なんか自分の本当の気持ちと逆のことをしてるんじゃないかなってちょっと思って、正直だからアメ車は大好き で、はい、で100万円っていうのもあえてその出来上がってない状態で買って直しながら企画として進めていけたら面白そうだなっていうのも実はあったんですね、はい、だけどふと
まあ、駐車場がないので、はい、駐車場の係の方から電話が来て、ユージさん駐車場1台空きました平置きがって言われて、急にもうこんなチャンスないと思って、あのご存知の方も多いと思いますけど、東京 都心の駐車場事情ってものすごく、特に大きいところが開かないじゃないですか。そうです、ね、開いたっていう連絡が来たんで、車もまだ買ってないのに、駐車場だけ借りちゃったんですよ。そうなった瞬間に、よしアメ車買わなきゃって、まずアメ車探し始めて、本気で探し始めて、ただ平置きなんで好きな車止められるし、なるほど、一旦ちょっと本当に欲しい車なんだろうっていろいろネットサーフィンを始めたんですよ。もうボンドさんの在庫も全部見ましたし、キャルウィングさんの在庫も全部見ましたし、なんなら土方さんに電話もしたんですよ僕で、いろいろご相談にお付き合い、いつもお付き合いいただいてて、でその時にちょっと実を言うと GT3、 僕マニュアルの車が欲しいんですって言って、アメ車のマニュアル、 BM のマニュアル、もうポルシェもいろんな今世の中にマニュアルが出てる車見たんですけど、もうマニュアルの最高峰じゃないかなと、今ある現行車の中で、まあこれも現行ではないかね、新型が発売されましたけど、いやーちょっと GT3 どう思いますかって、違う車屋さんの車とかも聞いてたんですよ。そしたら土方さんがちょうどうちに今 GT3 のマニュアルあるよっていうことで、見る前に購入させていただきました。なるほど、もうユージさんのこの GT3 に対する熱意は分かりました、はい、そして100万円も若干誤解だったことは分かりました。はいはいはい、はい、一番肝心なところとしては、はい、やっぱりユージさん持ってんなと、はい、いやいや持ってない、持ってない、持ってないです、はい、ほんはい、そこっすね。そうですよ、はい、いや違う、だから皆さんに勘違いしてほしくないのは、はいはい、頑張ってるわけじゃないですか。そうですね、いろいろ先輩芸能人とか、はい、お笑いの方とか著名、はい、な方にいじられて頑張ってるわけじゃないですか、はい、ありがとうございます。なんかね、でも本当に私生活リアルでワンちゃん大好きだし、はいはい、子供大好きだし、最近ゴルフもやったりとか、やります、ゴルフ。いろいろ頑張ってるんですよ、はいはい、でこう早朝に似合わず毎朝3時に起きて、そうそうそう、FM そうなんですよ、僕も聞きました、聞きました、はい、皆さん聞いてください。あ、ぜひお願いします、はい、6時から9時、月曜日から金曜日まで、あ、東京 FM してる、東京 FM、 はい、毎日やってます、はい、毎日、はい、まあ確かにそれで言うとこういう車ってやっぱりね、安い車じゃないので、はい、見てる方の中には、おいなんだよ U 字クラスでGT3 買えんのみたいな思ってる方いるかもしれないですけど、ぶっちゃけますけど持ってます、買えますただじゃあ買えるそのレベルがあると思うんですよね、はい、余裕で買える人と、はい、僕は決して余裕じゃなくて、本当に悩んで正直予算も大幅オーバーだったんですけど、やっぱりでももう車にお金出すんだったら僕好きなものが車とかしかないんで、ブーって言われてるあ、なんか良さそうな音がする、G63 あ、なので、まあ、正直な話、はい、余裕で買えたわけではないんですけど、ただやっぱり本当ですかあともう一個言うと、はい、GT3 のリセールのこともいろいろ考えたんですよ。なるほど、はい、だから本当に欲しい車ってまだまだたくさんあるんですけど、まあ、本当に僕の金銭状況とか、あと売る時のリセールのことも考えると、まあ、これが買った値段で売れるかどうかはちょっと難しいと思うんですけど、ただこれが明日100万円になっちゃうとか、そういう車ではないっていう価値のある車だと僕は思ってるので、そこも加味した上で頑張りました、めちゃめちゃ。なるほど、そこは言わせてください。分かりました。だから今回のユージ君の購入プランはものすごく考えたんです。あ、そうなんですか。そう、そうなんです、本当に。だからこうユージ君なりにすごく考えてくれて、じゃあ僕はこういうふうにした方がいいんじゃないですか、でこうそうだったらこうなんじゃないですか、じゃあこうしましょう、ああしましょうって言って、じゃあ限られた予算というか、その元々のユージ君が思っている金額、毎月のこうランニングコストとか、そう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 、ランニングコストとか、いろんなことを含めて相談した結果こうなったんですよね。そう、だからもちろん一括購入ですって言いたいところなんですけど、もう完全フルローンでそうですよ。それ言っちゃっていいんですか。あ、全然いいです、全然いいです、はい。まあでもリアルな話するとフルローンの方がいいこともあるんで、はい、なるほど。で、まあ、僕がこれどれぐらい乗るかっていう期間も相談して、はい、まあいろいろ相談した上で大変よくしていただいて購入を決めました。ありがとうございます、なのでもう本当余裕ではないですけど、はい、払ってる金額以上に幸せですめちゃめちゃ幸せ。それが一番いいです。もう楽しい、本当に楽しい。他になんか被害者の会として聞いておきたいこととか。いや今回
釈明していただいて、あの僕の誤解だったっていうことが分かりました。いや、よかった。僕が勝手にこう、ユージさんにこう親近感を持って、はい、一応でもね、見てる方の中にも、はい、被害者の会に属してる方いらっしゃるかもしれないので、はい、一応その方々にあの、はい、驚かしてしまってすみませんでした。でやっぱり別次元の方だったので、はい、はい、決してお金に余裕があるわけではないんですけど、はい、いやそこははっきり言ってください。あの多少はあります、はい、多少はあるけども、はい、多少はありますけど、はい、ただすごい余裕なわけじゃないので、はい、あの100万円でもしいいアメ車を直しながら乗れるんだったらまだ考えてます、それも。なるほど、はいはい、ということで、はい、あの決して企画がなくなったわけではございません。そうですね、そうだよね、それぞれやっていきたいもんね。そうです、やっていきたいです。はい、ただね、もし100万円あるんだったらこっちに100万円使いたいって気持ちも実はあるんです。ちょっと、ね、ここから使ってください、うん、はい、やらせダメ、ダメ絶対のボンドチャージなので、あのそれで言うとやらせ一切ないです。本当ですか。本当にガチ相談して、もうあの日も本当に緊張して、はい、なんか正確に言うとあの本当に100万円で OK をもらったわけではないんですけど、まあ、なんとなく妻の中でも、あ、こいつきっと買ってくるなとは思ってたと思うんですよ。で買ってきたのがこれだったんで、はい、正直100万円をはるかに超える金額で買ってきちゃったんで、もうあのバカじゃないのって言われました。もうだから妻からすると100万円の車買ってきたら怒ってやろうぐらいの感じだったと思うんですけど、はるかに超えてきたんで、もう多分怒る気力もなくなっちゃって、はぁみたいな、バカじゃないのって、もう知らないみたいな感じでした。ただ妻も車好きなので、これがいい車だってことは分かっていて、そこに関しては理解示してくれてます。なのでやらせは一切ないです。やらせないんですね。ちゃんと怒られました。はい、はい、なるほど。で完全に僕の誤解だったわけです、ね、はい、しっかりと怒られてます。失礼しました。はい、ということで、もう僕の憧れのポルシェ 911GT3 納車ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当にあの子供さんにいるんですけど、あの4人目の子供だと思って大切に育てていきたいと思ってますんで。はい、でこの車の細かい詳細とか、まあ、仕様とか、実はこれかなりね、あのオプションもたくさんついているので、そういった紹介もちょっと僕の動画の方でさせていただきたいと思いますの で、ね、ぜひこの後あの僕の動画の方も皆さん、はい、もしよかったらご覧いただければと思います。ぜひちょっとチャンネル登録しないで、あ、はい、そうそう、チャンネル登録者数が少ないっていうので相当いじられてますので、はい、嘘です、見ては欲しいんですけど、はい、してもしなくてもいいで す、 です登録は登録しましょう、皆さん。あとボンドさんの車紹介の動画も僕見てますから、いつも、はい、もうぜひ呼んでください、またよろしくお願いします。はい、ということで本当にありがとうございました。ブレーをお許しください。いいえ、こちらこそありがとうございました。